ちょっ帽子がないよ、帽子が。はい、ということで緊急でね。はいはい。はい、ね、まあいろんな仕事を経て、これね。いや知ってたんだけど、この時間になって申し訳ない。すいません、申し訳ございません。はい。いつもの声じゃないんですよね。そうだね。乾杯屋じゃないんですけども。はいはい。はい、今日はね、緊急で。いただきました、はい、ということで、はい、トレードですよ。ねえ、やっぱあったね。ありましたね。あったね。まあ巨人とロッテのトレードということで、まあ、石川慎吾と小沼健太というね、はい、野手とピッチャーねのトレードになりました。はい、はい、で、まあ、両選手のちょっと特徴から言いますと、小沼選手は150キロを超える直球と空振りを取れるフォークが武器と、はい、で、まあ、もう石川慎吾と選手はですね、もう言うまでもないと思うんですけども、2011年ドラフト3位に日本ハムに入団して巨人に、はいはい、今季はですね、3割5分8分の成績を残しながらも、まだ1軍出場がなかった。まあそうだね、はい、選手のトレードまあまあ、はい、石川は、まあ、ある程度ムードメーカーでもあるし、あとはね、やっぱ彼の切符の良さだね。思い切りがいいわ。やっぱ性格的にはサバーンとしてるし、はい、やっぱこう振りに行くときはちゃんと振るしね、はいはいはい、だから中途半端を嫌う男だから、はい、まあ結構そのセリーグ向きかパリーグ向きかっていう風に分類すると、はい、やっぱパリーグの方が合ってるのかなという感じがするよね。それはどもっと具体的にどういったその切符の良さがってことですか。いや、切符の良さっていうのはさ、やっぱりこうなんていうの、けれんみなく振るというか、はいはい、もう決めたら振るというね、まあ、そういう思い切りさもあるし、だからそういった意味ではそのパリーグ向きかなという感じがするよね。あとはやっぱこう真っ向勝負、真っ向勝負を好むよね、彼はね。だからそういう意味ではそのセリーグっていうのはこうかわしながら見せ球を使ってって、まあパリーグでもやるんだけども、はい、ただどちらかというとパワー系のピッチャーが多いということから考えるとね、まあパリーグ向きかなっていうような感じはするよね。うん、小沼選手はどういた。小沼はね、よく言えば山下俊平太に結構似てるんだよね。タッパもあるし、はい、まあ何方も上から振り下ろすという意味ではね、非常にちょっとした映像を見るとやっぱそれに近いような感じはあるかな。ただポテンシャルとすればそれは山下俊平太の方が上だけども、ただ使いようによってはショートイニングだったらいけるかなっていうような感じがするよね。ボールの角度もいいし、はい、あとはやっぱこうストレートにある程度力があるという。で、BC で投げてる時は、まあ、スライダーカットが多かったんだけど、まあ、最近ではまっすぐとフォーク、まあ、ショートイニングだから、まあ、三振の取れるピッチャーを目指してるというね、まあ、そういうことなんで、あとはやっぱこう、まあ、ピッチングコーチから言うと久保が、はいはいはい、まあ、いるんで巨人には巡回コーチで、巡回コーチでね、はい、それでね、やっぱ粟野はやっぱこう左じゃない、はい、だからその右の感性が合うって言ったら久保コーチだと思うんだよ、うん、で久保っていうのは同級生で、はい、まあ、いろいろ話もしたことあるんだけど、あのコーチが持ってるこう伝え方だとか感性をこうはめていくと結構化ける可能性があるよね。おー、だからこれはやっぱ楽しみだよ、はいはい、それと巨人の狙いっていうのはやっぱ夏場にあるよね。だからもう根こそぎも中継ぎを取ろうとしてるでしょ、はいはい、やっぱねバテるとかこう言えば、原監督は中継ぎでローテーションを回したいぐらいの感じに揃えたいんだと思うよ、はい、それがやっぱこうセリーグを制すというね、まあ、そういうことにもなりかねないし、やっぱバッターっていきなり3割2割5分のバッターが3割打てっていうことはできないけど、でもピッチャーってやっぱ主導権持ってるからね、ボールのやっぱ投げなきゃ始まらないし、だからそういうこうことを考えると化ける可能性があるからね、ピッチャーが一番。だからそういう意味で、そういう意味ではやっぱ中継ぎをこう揃えとくっていうのは、数多く揃えとくっていうのはいいことだよね、うん、さらにジャイアンツ左の中継ぎの外国人を補強したということで、まあ贅沢な話だよね。いやだって中川、高梨、大江とかいるわけでしょ。で外国人でしょ。で右では、まあ、鈴木が補強に入って、小沼が今度来てみたいな、だから、まあ、その中からもういろんなところからいいのをこう上げていくという。だから小沼も競争だとは思うけどもね、
だけど楽しみでもあるよ、このピッチャーは。どうですか、やっぱりロッテの投手事情から考えるとジャイアンツにいる方がやっぱり可能性的には広がるんですかね。いや、チャンスはもらえるだろうね。あ、うん、チャンスはもらえるし、まあ、オルマと岩下っていうのは被るような感じもするしね、はいはい、まあ、岩下っていうのは落ちたけどもファームにね、一旦リフレッシュで、まあ、だけどやっぱ被る選手は多いよね、うん、だからそういう、まあ、巨人でもいるよ、もちろん被るような選手は。だけどそれはもう競争だからさ。あとはやっぱり石川慎吾だな、楽しみなのかな、はい、やっぱこうロッテの左ピッチャーに対しての打率が低いというね、うん、まあ確かに左バッターが多いよね。だからまあ右で石川慎吾、もうそうなってくると、まあ、まあ、DH はないかもわからないけども、やっぱこうパワー系のピッチャーには強いからね、結構阪神のナビリオと似てる雰囲気があるよ、はい、おー、うん、なんか僕の印象ではこの何年か忘れたんですけど、エスコバーからマックスクリーンさよなら、うん、あの印象がすごいある。マックスクリーンの右へね、はい、あんな156キロとかさ、はい、そのぐらいのピッチャーの球をもう思いっきりよくね放り込んだという、だああいうことが何回も起きるといいよね、石川がね、うん、ただ、うん、あの切符の良さとか勝負に対してうじうじしてるやつはいるんだけど、だけど石川っていうのはそういう性格じゃないし、まあ結構乗ったらいけるタイプだよね。だから最近トレードって環境変わるとさ、なんかこう宇佐美もそうだし、うん、あの軍事もそうだしさ、あの活躍するじゃない。だからやっぱこう働き場所をもう求めてるんだよね。でやっぱここチャンスって言ったところで、やっぱこう石川なんかはファームでもしっかりした数字を残してるし、そうですね、はい、でしっかりやってたんだ、しっかりやってるっていうことがさ、もう分かるような数字だから、これはね早いうちに使って結構ブレイクしてくるかも分からない、予想とすれば。これはあの、まあ、よく豊さん動画でもあの鍋量の話を、やっぱり使えば味が出ると言われてたんですけど、うん、石川選手も代打とかではなく、やっぱりスタメンとかでやっぱ長く使っていく方が良さが出るタイプですか。まあそれは誰でもそうだよね、はい、単発で良さが出るっていうのはよっぽど技術があって、やっぱこうある程度レギュラーを経験していって、まあ代打になる、まあ川端とかね、うん、ああいうその技術を持ってる人っていうのは1打席でもいいだろうけども、やっぱり石川の切符の良さっていうのは4打席見てみたいよね。あのスイングを見るとやっぱり4回立たせると4回のうち1回は何かしてくれるかなっていうような、そんな期待感があるもんね、見てるとね、はい、ただやっぱジャイアンツのあの層の厚さだとさ、なかなかやっぱり出てくるの難しいよ。確かにそうですね、うん、だから、はい、まあロッテが層が薄いとは言わないよ、ものすごくいい選手、特に外野手なんてさ余ってる状態の中に入っていくわけだから、だからその右という利点を生かしてね、やっぱチャンスをつかんでほしいなっていうふうには思うけどね。これはどうですか、豊さん的に見てもこのロッテから持ちかけた話なのか、こうジャイアンツが狙っていったのかっていうのは、この辺りどうお考えですか。まあロッテの左に対しての左ピッチャーに対しての、まあ、打率とかそういうことを考えるとロッテかなと思うけども、うん、まあ、俺はジャイアンツかなと思うけどね。ジャイアンツはでも中継ぎを揃えてるっていうのは、揃えてきたっていうのはやっぱ夏場勝負だというふうにやっぱ考えてんだよね、うん、まあ、6月の防御率は非常にね、実はいいんですよね、実は中継ぎの防御率、うん、だけどいて、はい、あの邪魔になるもんじゃないから、うん、いて心強いから、あいつがダメだったらもうすぐ10日間でも落として、うん、じゃあオルマ上げてこいみたいな、まあ、そういうことになりかねない、うん、ただこう大勢投手がちょっとやっぱ抹消だったらってこう、はいはい、怪我かもしれないみたいな状況じゃないですか、うん、こういった状況もやっぱ何かこういう動きにあるんですかね。まあやっぱり多少はあるだろうね、うん、まあ、そこら辺で の, その補強というか、はしとかなきゃいけないというね。だけど大勢とさオルマを比べるとそれはやっぱりかわいそうだよ、オルマが、はいはい、でもオルマはこれから可能性がまだ秘められてるから、化ける可能性が、だからそこにやっぱジャイアンツはかけたのかもわからないしね、うん、だから取り立てて慌てて
急ぐことはないよ、うん、急ぐことはないけどもチャンスはものにしていかなきゃいけない。だからまあそういうことを考えると、まあ、ロッテかなとは思うけどもね仕掛けたのは、はい、だけどそれに、まあ、ジャイアンツが応えるにはやっぱ中継ぎをくれと。でもねロッテのね投手陣ってね優秀だから ね、 そうですね、やっぱねスカウト陣がやっぱピッチャーの見る目は確かだ、うん、やっぱボールに力あるし、それなりに使える、ピッチャーは揃えてるよね。だからそこにオルマに目をつけたっていうのは、まあ、山下俊平太をダブらせたかもわからない。だからそのぐらいの可能性を持ったピッチャーだから、まあ、新天地で頑張ってほしいし、まあ、久保コーチというね、まあ、優秀なコーチがいるんで、まあ、しっかりね可愛がってもらえるといいなというふうには思う。どうですかね、だからやっぱり第4弾トレードとかまだ動きそうですか。まだあると思うよ、はい、まだあると思う、うん、これはやっぱりこう7月に入ってというか6月の終わりから7月の頭にかけてちょっとやっぱこう補強ポイントっていうのがはっきり見え出してきてるチームがたくさんあるもんね。だからそういう意味では、まあ、話がまとまるかまとまらないかは別問題として水面下では必ず動いてる、はい、それは合致したらすぐトレードになる、だからあるある、うん、あと一組二組ぐらいあるかも。ちょっとね先日新庄監督がちょっとファーストが余ってるんじゃねみたいなことポロッと言ってたんですよね。だからこうファンの中では日本ハムもしかしてみたいな。いや可能性はあるよ、はい、ただね日本ハムはねあまりにもね外からのね血が入りすぎると、うん、今度はねちょっとおかしくなるかも。少し落ち着いた方がいいかもわからないけど、でもそれなりに欲しい選手が取れるんだったら、まあ、新庄監督だったらやるだろうね、うんうん、まあ、これも楽しみだけど、そ う、 で、まあ、そういう動画はねどんどん7月中出していきましょうよ。でヤクルトもあるかも。ヤクルトも、うん、可能性としたらね。なんか知ってるんですか。いや知らない